はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート10やっていきたいと思います。とりあえずですね、まあ、ここの部屋は何も入っててみんな食ってんなまた何もないんですけれども、一応床を、木の床にしました。で、なかなかね、大きいテーブルだとね、この食事が機能しないんですよ。こことか空いてるのに、なんかめっちゃ並んでるじゃないですか。まあ、それがちょっと謎なんで、まあ木のテーブル一つに、椅子を4つ置くような体制にしてます。で、あとはここの寝床ですね。寝床に、この焚き火と、農具置いて、いわゆる、農家の寝床にしました。ここはね、何かあったときまた作っていきましょう。あと、ここら辺をね、結構埋め立てしました。ボッコボコだったんですけど、ちょっとここあたりまでね、全部埋め立て作業泥でして、一応整地した感じになります。じゃあ、今回は少し、また物語を進めていきましょう。大体、前半で物語進めて、後半ものづくりっていう、まあ、感じにはなってるんですけれども、チャコさんに話せばいいのかな。新しい種。ワンちゃんについていったから。キビの種、湿地帯でならもっと見つかるかもしれない。畑が足りないんだよ、畑が。なになになに。ああ移動してるね。気ままぶり、簡単に言うことを聞いてくれそうにない。あ、来た。副総督。動物を懐かせるには頭を撫でてやるのが一番。人間に抱く警官衆を破壊する。近づくときは走らぬこと、後ろからこっそり近づき撫でること、それが動物を懐かせるコツ。よし、じゃあやるか。犬を仲間にしよう。後ろからそーっと近づこう。まるで撫でる、仲間になる。あ、待って、後ろから。まずは後ろを取るか。ほい、どうだ。 OK、犬を手なずけた。犬が仲間に加わった。犬はなんか探してきてくれる感じの役目かな。そうすると、お前に懐いたみたいだな。こいつどことなくお前に似てるなって、なんだそれ。そうだな、ゲレゲレとか、うん、アニマルゾンビか。それかデスジャッカル。実在するモンスターじゃん。ゲレゲレじゃなかったか。名前を入力してください。どうする、ゲレゲレにする。じゃあせっかくだから、ゲレゲレと。あれ、ゲレゲレでよかったんだよね、ドラクエ5のベビーパンサー。ゲレゲレがついてくるようになった。なんで勝手に名前つけやがって。まあゲレゲレってのも悪くない。そうか。喜んでる。まあいいや。お前はベビーパンサーとして立派に育つんだ、ゲレゲレよ。お、すごいですね。やりました、ワンちゃんを仲間にした。ゲレゲレさんがいればこっち、これからの種探しもはかどる。モンゾーラ犬であるゲレゲレも仲間になった。本格的に種を探すとき、種探し隊を結成しませんか。ミカミックスリーダー、ゲレゲレが案内役、私とマギが司令塔。マギールか。指導が入ってない。指導は切り込み隊長。畑作りはドルトンさんたちに任せて、島に眠る種探し達成。早速種探し隊の出動。まずは手始めにキビの種を探しませんか。リズさんにもらった分じゃまだ少ない。そうだね、2つくらいしかもらってなかったよね。キビの種は湿地帯の水の中に埋まっている。モンゾーラ犬ならば見つけられるはず。犬が走り出したら後を追い、吠える場所の水の中の土を掘る、求めるものが見つかるだろう。ただキビは特別な育て方のある作物、手に入れてもすぐに植えてはいかん。あ、そうなの。一体どうしたら。安心するがいい、キビの育て方はわしが教えてやろう。だがキビを育てるためにある道具が欲しい。湿地帯にある高台の家にメギラというわしの召使いがおる。そやつに話してとある壺を取ってくる。キビの種を25個、マギールさんの言う壺を取ってくる。目的地が表示されましたと。
よし、じゃあ行きますかね。え、撫でてもしょうがなくないもん。ま、目的地の方に行きましょう。湿地帯なんで、じゃあ一回ワープしよう。湿地の入り口ここか。いいんだよね、こっちの方が近いよね。目的地そんな見てなかったけど。あ、でこっち、あれあいつこの前いなかったよな。キビも緑、え、どういうこと。リリパッドも緑は。なんだお前、ネズミたちの楽しい井戸端会議邪魔するんじゃねえよ。畑作りのために作物の種を探し中。面白そうなことしてんな。キビの種のこと何か知ってんなら今すぐ吐けと。やけに偉そうじゃねえか。身の程を教えてやろう。来るか。まずは頭を潰す。これが戦闘の定石。雑魚が身の程を知るのは貴様らだったようだな。雑魚どもがって、俺と同じこと言ってるよ。もう少し平和的になんとかできないのか。手加減はしてやった。すぐに目を覚ますはずだ。俺手加減してないよ。すみませんでしたって。聞きたいことがあるなら何なりとどうぞ。キビの種を探している。キビの種は湿地帯の水辺の土の中に埋まっている、犬と歩いていれば種を見つけて場所を教えてくれる。あそこのトンネルを抜けたあたり、どこ。え、あそこか。高台のお家を見学したり、珍しいリリパッドに会って行かれたりするといい思い出になるかもしれません。その辺の情報は横にいる2匹のオネズミが知っています。すみませんでした。高台の家は行ったでやすか。メギラっていう魔導士がいる。畑作りに役立つ特別な壺を持っている。興味があったらここから南の高台の上にある家。あ、目的地いいね。この湿地帯の西でリリパッドを見た。見たところそのリリパッドは悩みがある。キビとは関係ないですけれども、西に行ってみるといいでしょうと。ちょっと北を上にするか。じゃあこうでしょ。西がリリパッド、南がなんだっけ、なんかみたいな。じゃあこっちから行くか。まずは壺をゲットしましょう。あ、そっか。あとこのトンネルを抜けたあたりになんだっけ、あれがあるかもしんないみたいな。あ、くんくんくん、ちょっと待って、今これ持ってるとこなんだけど。種を探せる。ついていってみよう。種ってそんなそころかしこに埋まってるわけじゃないんだ。よし、掘ってみよう。 L2 を押しながら R2 で地面が掘れる。あ、そうなの。あー、なるほど、そう。え、ちょっと待って、え、どういうこと。なんかわかんねえ。で、ここ、一応待って、どうすればいいの。そこにあるのか。え、意味不明なんだけど。ここにいてで、こうなんかすげえ変なとこやっちゃうんだけど。え、泣くね。え、わかんねえ。え、ここ、さっきの何、ダミーだったってこと。犬、え、あれ、もう取った。ちょっとわかんねえんだけど。なんか持ってるし、ちょっと薬草にして、持ってんねんだけど。は？いや、増えてない？
わかんねえ、これ破壊しようか。あ、出てきた。これ草原の種か。いや、ちょっとわかんねえわ。あ、出てきた出てきた。破壊すればいいの。キビの種7個。はいはいはい。あとどこ、他にあるか。もうここら辺じゃない、取り尽くした。じゃあちょっとまた南の方に行きましょう。こっち殺す。こいつ結構強えな、ウミウシ系のでっかいやつ。ちっこいやつは弱いね。さてではこっちの方に行きますか。犬ついてきてる、あ、ついてきてるね。高台ってもしかしてあの前方に見えるあれ、いて、結構遠いな。茨があるからね、ちょっとめんどくさいんだよね、遅くなるし。これはちょっと回収しながら行こう。草糸結構使いそうだからな。ナイスナイス、指導いいね。だいぶ溜まってきた。これ1個で何、2個くらい手に入る。お、また反応した。ちょっと待って、先にこいつらを倒す。なんか遠距離攻撃ないかな。遠距離攻撃欲しいな。まあ、呪文とかでもいいけどさ、そういうの。よし、やられる前にやる。キャベツ、キャベツは少し置いてきたからね。え、またこいついるの。ちょっと待って、ゴリ押す、無理か。じゃあちょっとここら辺はまた破壊するか。なんかさ、このままさあ、1回だからこうやってもる、ちょちょちょ、どういうこと、やってで、これで破壊していこう。それが一番早い。あれ、さっきキビの種って手に入れなかった。キビの種は25個。あれ、さっき7個って何、だって11個あるよどういうこと、謎だな。まあいいや、さっきの偽物だったのか。まあ結構1個集中してるからね。よし、13個、まあ半分くらいはたまったか。じゃあまた南の砦だかなんだかを目指しながら。うわ、めんどくさい、これはキメラがいる。いて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 、いや、やばい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 、や、約束。沼っちゃマジで戦いづらい。いや、こいつはスルーしよう、めんどくさいから。でこっから、あ、なんかすっげえのがいるな。クソと紛る様の湯やこの崖の上、ご用の方は崖を登りくださいと。そんなことよりこいつが気になる。何こいつ、いや普通にキャタピラーのでっけえやつだな。強いモンスター、マジか。ここはちょっと普通にヒットアウェイで行こう。何やってんの、指導君。攻撃態勢に入ったら一回逃げる、倒れたら離れる。いや、いきなり攻撃してきたか。あ、それちょっと待って、これは強攻撃、毒か。全然減らねえんだけど。指導大丈夫か、やられそうだな。ただ指導の攻撃力マジ高え、俺の倍くらいあるね。もう半分減ってるけど、人々が。指導がやられるのが先か、聞いてない。シドに薬草を使ってあげることはできるのか。近づいて薬草だな、多分。多少強引に攻撃してもらうわ、あいつには。
たい。あんま減ってない。あ、待って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 、シトこっち来い。薬草使ってあげたい。使えない。ちょっと待って、使えないんですけど。死ぬぞあいつ。まあいい、倒せるところまでは来てるはず。やられたか。だがお前の敵は俺が取る。勝て。200。お、新しいレシピ。なるほど、強いモンスターを倒すとレシピを覚えるの。毒針か。でも攻撃力20はあるのね。大丈夫？担ぐ。え、マジで？薬草を使ってあげたいんだけどな。それはできないのか。まあ徐々に体力は回復してるみたいだけど、走れない、担いでるから。崖を登っていきますか。さてどうやって登る。クライミング技術が必要。泥はいっぱいあるからね。泥で階段でも作っていく。あ、もう大丈夫でしょう。え、一回全回復しなきゃいけない。アイテム使えねえし、しかも担いでるから。置いてこう。お前ここで寝てろ。じゃあ泥、ちょっと泥を置いて一歩ずつ登っていこう。キメラも届かない高台まで。多分あいつ目覚めた瞬間キメラと戦い出すな。ちょ待って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 。あ、何これ、壊せない、壊せない系か。あ、そりゃそうか、登れなくなっちゃうもんね。ほいほいほい、そこには置けませんって。ちょい待ってね。ほい、道を作っていこう。これでほい、消し道来た。ほいほいほい。で泥はね大量に持ってきたから、ほいほいほい。いや待って、ここに置こう。でほいでほい。え、なんかあっちの方なんだけど、これ場所違くね、大丈夫。まあ、いや上から行くか。そして何気に泥が足りなくなってきた。しまった、これ破壊しよう。ほい、いいね。あ、こういうことか、クライミングって。ようやく分かった。ここに来てやっぱ L2 を押すと下に置けるんだ。下を見るのか。キメラ飛んでるから来るな。おお、いけたね。少し周囲を探索しよう。ここら辺宝箱があればパクる。あれ、普通にここにいるじゃん。魔導士、哀れな子羊よ、今日も元気に破壊活動していますか。ん、確かに私がメギラですが、特別な壺を取りに来たと。その前にあなたたちに匂います。私の鼻はごまかせません。正直に言いなさい、作物を密造していますね。密造ではない。いいえ、体中から溢れ出る農園臭、作ってないとは言わせない。まあいい、作った野菜を教団に納めてもらうことにする。野菜を納めれば褒美として家にある小汚い壺を差し上げる。小麦を50個、そこの導きの玉。なるほど、どこ。そこのってどこ。え、家の中ってこと。キメラ、ほい、入ってある、ないな。上登るか。小麦ちょっと置いてきちゃったからな。ちょっと待って、導きの玉ってどこにあるんですか。そこのって言ってたけど、寝る。これいいな、藁より良くない。これ破壊して持ってこっか。ちょっと待って、視点がちょっとぐっちゃぐちゃになっちゃった。階段登って、階段ってジャンプしなくても登れるわ。これ壊してもらってこう。やったやったってさ、牢獄ベッド。全然やったじゃねえんだけど。こっから導きの玉のありかをちょっと、どこですか。
本当に。こっちに話そう。食べるものも少なくなった。腹を空かしている。いや小麦50個はいいんだけど、ものづくりが禁止されている島、副総督に見つからないよう気をつけなさいと。いやもう見つかってるどころか、副総督は俺の手下だからな。ここら辺が光ってるから、ここら辺にある。薬の葉、あそっか、キメラこれ持ってんだっけ。ゴリ押す。ああ、あそこか。なんか俺変なところから来た、もしや。無理やり登ってきたよね、泥使いまくって。ただこれで高台のハーゴン教会。じゃあ戻ろう。あとリリパッドイベントみたいなのもあるみたいだしね。まずはちょっとストーン出して、こいつ勝手に食ってっかな。キャベツ大丈夫か。29個か、まあそこそこだね。じゃあ小麦を、まあ、必要な分だけでいいでしょう。50個取り出して、あれちょっと待って、28個しまえばいいのか。そうすれば50個になる。 OK。 一応こっちにもね入れてあるんだよね、キャベツ37個か。まあ食料としてはそれなりかな。またキャベツを回収してからじゃあ行きますか。小麦はさっき50個収めたから、これも回収していこう。なんか回収マシーンみたいなのが欲しいな。どんどん効率化を求めちゃうよねやっぱり。でもそれがやっぱりさ、人が進化するということなんだよ。効率化を求めて何かを作り出す。よし、回収完了。あ、まあこれでだいぶいっぱいになったか。で、あ、ここがあれだね、キャベツの種が足りないな。小麦の種はすんげえいっぱいあるんだけどな。キャベツの種が減ってきた。あとこっちは大丈夫じゃない、大丈夫ない。キャベツ、ここも小麦か。ではでは、ちょっと待って、長押しでマップほい。でハーゴン教会に行って、ワープのところから若干遠いね。俺裏口から入ってきたんだな。そうすると本当は多分こっちからなんか順々に登っていくんだと思うんだよね。50個持ってきた。こちらに渡しなさい。はい、これは美しい小麦、なんとも美しく、なんておぞましいって言ってた。食べ物がなければ生きられません。島の者たちは魚や昆布、落ちている木の実を食べて生きている。私はどっちも嫌いなのです。最近は破壊が進み戸惑う幹部もいます。今の島の体制をも破壊する。これが真の破壊。なるほど、真理に到達しつつあるな。島の総督ビババンゴ様、ヒババンゴ様か、教団本部から戻られる。マギール様にもお戻りいただかなくては。小麦の礼にこの壺を差し上げましょう。地面に叩きつけて破壊してもいいのですよって。え、何、なんで水が入ってんの。乾きの壺なのにさ、水をまき自由に操れ。自分で水まきができるってこと。おお、ほんとだ。壺で水を汲んだり撒いたりできる。水を汲む R2 か。あ、てかこれビルダー道具。そもそもあなたは随分堂々としてますね、幹部の家にいるというのに。何か食べるものを持っていませんか。お腹が空いて今にも倒れそう。キャベツ10個、キビの種。え、キビの種ってさ1個だけ、何個くれるんだ。5個か、まあまあだな。じゃあこれ、図が高いな。人間が島を仕切っていたのは昔の話。教団こそ島の管理者、教団のマスコット的な大ネズミ。小麦を10個。あ、全然あるあるある。はい、
キビの種。いいね。あと2つか。で、こいつまだなんかあるな。どんなことにもお詳しい。副総督の鏡のようなお方。おぞましい大樹の謎、おぞましい農園の秘密が聞けた。で、どうしたのです？まだ何か用があるのですか？お願いがありそうだったから声をかけてみた。そうなのか。まさかいい人なのですか？貯水池が見えますか？どれ？貯水池に溜めてあった水が枯れてしまった。古い壺で湿地帯から水を汲んできて、あの貯水池に入れてほしい。目印のついた2箇所の貯水池に水を流してくださいと。いや、壺の使い方はわかる。これで切り替え、あ、そうだよね、切り替えられるよね。汲む。え、今水入ってる？そもそも、ちょっと待って、水の種類が違うかもしんないけど、水入ってそうだな。はいはい。え、どういうこと？これじゃダメなのか。こいつなんだ、しつけえな。どこ行った？見えない。シドは何してんだあいつ。素振りか。じゃあちょっと山を降りて、なんか順路的な感じで降りてみようか。あれ、幽霊がいる。行って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 、ちょっと腹も減っていくから、行って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 、シドに任せよう。ここは腹を満たしつつヒットポイントを回復する。で、キメラは俺が引きつける。その間に幽霊をなんとかするんだと思ったらめっちゃ近づいてきてる。一体、無駄。ちょっとこう、キメラすげえ、どんだけいんの。ちょっと待って、約束を。いって23、半分くらい減って、やばい、これ死ぬ。もう一回約束。いって、しかし幽霊さえ倒せば、よし、そうそう、レベルも上がりそうだ。また幽霊来たよ、ちょっと鬱陶しいな。幽霊はスルーしよう。で、こうやって降りていくの、なんかこうやって降りていくっぽいね。割と簡単に行けたんじゃないか、実は。ここで水を汲める？え、まだこの水は汲めない？どういうこと？湿地帯に行かなきゃダメってこと？あの汚そうな水。ここの方が綺麗そうな感じがしたから、こっちに来たのに。あれ、なんか置いてある。あ、さっきあれか。泥水で満たされた。あ、もうこれで帰ろう。まあ、泥水でやれって言ってるからね。今壺の中にさ、何の種類の水が入ってるのかっていうのはちょっと分かんないな。だ、水が入ってるよマークみたいなのはついてるよね、その壺の右下に。で、ここ、じゃ、これは単純にほいってやればいいの。あ、違う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 、長押しで、あ、切ったな。そんなんでいいの？オッケー。じゃあ話しましょう。汚い水でよかったのかな。内緒でこんなものまであげてしまいましょう。キビの棚、あ、揃ったね、これで。せっかく壺をあげた。日々の暮らしに水をうまく使うんですよ。なんだかんだでこいつは優しいな。嬉しそうな顔。キビの種25個集められたんだ。あ、俺に言ってんのね。メギラから壺をもらってくることだったはずだ。リリパッドのあれもちょっとやってみたい気がするけど、新たなレシピ。水門。ああ、なるほどね。門を開くと水が流れる。
よし、じゃあこれを回収して、さて一回湿地帯に戻りますか。じゃあ湿地帯入り口、でそこからじゃあこっちの方に、向かっていきます。なんかハテナがあるな。お、なんだハテナって言ってんな。あ、あれはまだやってないからか。薬草があと1個か。キメラから元は何個かもらったかな。てか杖、よし、レベルアップ。レベルアップしたからまたなんかレシピが、お、スタミナが上がった。いいね、ようやくか。あ、それだけ、そういうことね。今回はスタミナだったってことか。これ使おう。あ、西ね、やっぱそうだそうだ、そういうことね。湿地帯の西に行きますか。お、増えた分がどれくらいなのかっていうのが分かるのね。線の外が増えた。おおお、一応回収していくか。あ、ここら辺か。間違えた。おうおうおお。あ、また間違えちゃった。ちょい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 。ドローか。じゃ、これでやろう。これ使いこなせばね、やっぱ結構早いんだよね。思った。あとね、2段上くらい。2段っていうか1段上。そのくらいまで破壊できるんで。高低差があるときにはいいかもね。下はできないけど上はいける。で、あそこにびっくりマークがあるんで行ってみますか。よし、リリパーっと。あ、そこにオークがいるな。教団の信者にしたい、生き生きした顔。誰なんだお前は。ビルダーなのか。農園で新しい胎児を育ててる。キビの種について知りたい。ものづくりが得意なら一つ頼まれてくれ。リリパッド族、腐った土を緑の草原にしようと地道に活動中。草原のもとハーゴン兄弟のマドハンドに奪われた。どうにもこうにもいかない。湿地帯にいる草原のもとを5個取り戻し、そばの腐った土を草原に変えてくれ。え、草原種だって俺さ、どこで手に入れたんだ。なんか4個持ってるけど。まあでもマドハンドがって言ってたから、そもそも足りてないからね。マドハンドどこ、湿地帯の方に行かなきゃダメ。ここなんだ、スライムとかすげえ弱いやつなんだ。あ、マドハンドいる。あ、マドハンド倒してたから多分勝手に草原のあれが手に入ったのかな。何個かでもストックとして持っておきたいからな。まあ2つあればいいか。よし、一応種自体は揃ったんで上に行きましょう。まずここで、ここ、なるほど。ミミズがいないからそんな広範囲には広がらないんだね。リリパッドに教えてやろうって、いや見りゃ分かんだろ。だから草原はいいな。草原のもとを地面に巻けば緑の草原になる。ついでに土もきれいにできる。オオミミズがうじゃうじゃいた。あ、そっかそっか、草原の元じゃなくて草原団子か。リリパッドとオオネズミ、人間、オオミミズが仲良く暮らしていた。イニシエのビルダーも一緒にいた。のほほんとした顔じゃなく凛々しい顔。大樹が枯れて今のありさまになった。オオミミズに会ったらよろしく伝えてくれ。いつかまたオオミミズ族がこの島を緑でいっぱいにしてくれることをリリパッドは夢見てる。わかりました。お、いいね、なんかひらめいた。レシピ、あ、草原団子ね。 OK。 じゃあちょっとあそこのオーク気になるな。あれ、ここなんか家みたいになってんね。え、これ何。あ、すっげえ光ってる。いや、小麦の種か。小麦の種よりさ、あれが欲しいんだよね、キャベツの方が。よし、これ強いやつか。
いや、なんか全然違うな。待って。え、なんだなんだなんだ、今なんか出た。おお。でもさ、全然ダメージ食らってなくない？こっちがね、後ろを取れば楽だな。こいつはケツだな、ケツ。ほら一発の攻撃力は弱い。あれに気をつけよ、そのさっきのこれこれこれ。あとはゴリ寄せる。これいいね、これ楽。これやってるとき攻撃タイム。あ、キビの種持ってんだ。うん、でもまあ所詮はあれか、ただのちょっと強い敵みたいな。なんか久々だな、この水のところに出たの。昆布これは壊せる。あ、壊せるね、普通に。木材か。でもまあでも木材結構必要だからな。これって何、砂ところで。ああ、砂っぽいな。スライムがいっぱいいる。キングスライムとかになるのかな、いっぱいいたら。スライム経験値1か。倒すだけ時間の無駄だな。ではまた元に戻りますか。全体マップ、あれ、あそこハテナってあるけど、なんだっけ。まあいっか、拠点に戻ろう。で、先に大ミミズくんとか話しても特に何もないかな。リリパッドのことは何も言わないんだ。ではこいつに、あ、これなんだ、ニューって書いてある。次のレベルで新しい住人が種を植える。新しい仲間が増える。作業台で作れるものが増える。あ、それだけか。よし、では副総督に話そう。大樹の復活はもはや目の前。改めてお題を教えよう。あれ、違う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 、俺は別にそれをやりたかったわけじゃないよ。あ、チャコに話しかけないといけないのね。おかえりなさい。乾きの壺も持ってきた。キビの種を育てられる。畑作りの天才ではなかったのか。その割に畑の知識は普通。わしが知る畑作りや島の歴史を教えよう。弟子だな。弟子を取ったか。おお、弟子入りした。で、もう一回着こか。キビの種、早速育てよう。師匠。水の中に畑を作る。水の中にかかしを立て、畑を作ってからそこに種を植える。水も簡単に扱える。チャコにも話しておく。詳しくはチャコに聞けって。一応聞こう、もう一回。乾きの壺の扱い、これはいいんだよ別に。え、広範囲に水をまくことができる。あ、そうなんだ。水は一度でも入れれば枯れることないのか。あとは水の種類なんだな、きっと。だから今泥水しか負けないから。キビの種、水の中に畑を作る必要がある。一段低い土地、ブロックで囲んだ土地、かかしを立てて畑を作る。そこに乾きの壺で水を流し入れる。種を植える。なるほど、水を入れてから種を植えるのが正しい手順。畑には先に水を流す。水の中の畑に、種を入れてくださいということで。じゃあちょっと、なんだこれ、浮いてんな、また例によって。じゃあこっちでいいか。ここら辺にかかしか、ちょっと待ってね、かかしを持ってくる。かかし、え、どこ、多くなって分かんなくなってきた。かかしはどこ行った。あ、
いた。け、枯れ草が足りねえ。枯れ草とかこれでいいでしょうか。はい。ちげえ、これ枯れ草じゃねえ。あ、枯れ草か、いいのか。で、かかしを作って。で、一旦じゃあちょっと、でもさ、ここちょっと待って、もう一段、いやいや、もう一段ここ来てもらったところ申し訳ないけど、かかしをね取り外してしまったのよ。ちょっと整地をしたくてね。じゃあここ、これで OK で、そこに泥でいいの、泥で、あ、大丈夫だね。そういえばこれ、うわ、もうめんどくさいな。またこいつらか。まず頭を霊によって叩く。雑魚は任した。で、小麦の種すげえくれんだけどな。で、これをじゃあ一つずつ置いていこう。めっちゃ耕してるけどね。まあ、耕すのは耕すで、まあ、いいんだけど、空中に置いてんな。まあいいや、空中に置ければそれで。耕すの早っ。みんな仕事なかったのかな。オラたち仕事ねえだみたいな。で、一回これで囲って、ちょ、邪魔だ。クソと、あれさ、時間が来たらさ、仕事途中でもさ、そのまま帰ってくよね。何なの。で、水をまきますと、ちょ、もう一回泥水ここから汲んでくるか。で、水をまきます。わかんねえ。そういうこと？すげえ広い範囲にあれなんだな、水まけるんだな。で、ここにキビをやるんだね。ちょっとこの木の柵一回いらないから。おお、植えられる。これも一マス分か。55個あるかな。植えられるだけ植えちゃおう。あれ、なんでこいつ来てんの。まあいいや、ちょっと待って、ね、今ね、植えんので忙しいの。後でお相手をしてあげるのでお待ちください。ここまでしか。ここまでしかさ、ちょっと待って、耕してないよ。そういえばちょっと耕してからにしよう。ちょっと一回すいません。かい、ちょ、待って。全然回収できないんだけど。オッケー。で、あいつらここ入ってこれる？わかんねえ。ちょっと全部耕してほしいんだけど、俺耕せないの？来い、よし、来い。よし、来た。お前らほんと自分のこと優先だからな。腹が減ったら即、飯を食いに行くという。さすがに水があると耕してくんないでしょう。その間に俺はじゃあハートでも回収しとくか。あ、キャベツも回収できんね。まあ今はキャベツがね、あっちの
ハートも回収しよう。キャベツ足りてるか？これ一人で管理するのさ、結構大変になってきたんだけど。おお、ハートいっぱい。キャベツチェック37個。あ、みんなこっちから取ってってんのか。キャベツ10個か。ちょっとじゃあ20個くらい補充するか。まあ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 、でも足りそうだね。全然足りなくなったら多分向こうからやるんで。こいつはもうよくわかんない。ある程度冒険から帰ってくるとハートがいっぱいになってそう。よし、でここは畑 OK だね。ではまこう水を。ほら、よし OK。 一応退治するか。またこいつらか。なんだ。え、畑ってこいつらさ、水の中にも入ってくんの？一掃したんだけど。よし、じゃあまた植えていきましょう。ここは完全にもう、え、あれ、ここはあるから、お、ビルドレベルを上げられるようになったと。ここが完全機微だな。もう水が入っちゃってるから。でもさ、泥でさ水がせき止められるっていうのもまたすごいよね。絶対外にさ溢れ出てくでしょ。で、畑の基本形はこれでいいや。かかしを中心に1マスずつ、外1マスは移動用に開けておく。いや、意味はないけどね。意味はないんだけど、一応形的なお話。ここは開けておいて、でこうやってこう移動できるように。でかかしはしょうがない、よこいしょっと。OK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 。 これこんな感じで、あとはこれができるのを待つのか。その前にこいつに話そう。目が出た。畑から甘い匂いがする。お菓子が作れそう。お、いいね。キビを鼻に詰めて生活しようかな。なんだそれ。両耳に刺して寝ると鼻からキビが生えてくるらしいぞ。そんなわけねえだろ。キビはバッチリ育てられそう。水の中だから水やりもいらない。ああ、楽ちんだね。確かに。情報が入ったら改めてお願いします。3種類をどんどん育てていきましょう。だ、とりあえずたくさんの野菜83個。あれ、これどうすればいいんだっけ。250って、250マスだっけ。結構畑でいっぱいにしないと達成できないな。緑の地域も畑にしちゃう。じゃあビルドレベル3、住人が種まきするようになった。これって種必要だよね、やっぱり。当たり前だけど。あ、また農民が2人来た。新しい仲間がやってきた。いや、管理が大変よ。なんか管理用のものをひらめいてくれ。たくさんのレシピ。丸太、尖った丸太。え、これ何。丸太横、角に置くと自動でなんか変なのに変化する。木の足場、木の橋、広場の入り口木、木の窓 A、 木の窓 B、 板のベンチ、名前の壁掛け。あ、部屋を使う住人を選べるってあるじゃん。いや、これ欲しかったよ。お祭りの時に飾れられ、これだな、名前の壁掛け。いや、でも宿舎作っちゃったかな。もう部屋用のあれが。収納箱に種が必要。まあそうだよね。かかしで作物を指定しておく。ああ、なるほど。尖った丸太に木の窓、祭りの旗。新しくやってきた仲間に声をかけてあげよう。住人が種をまく。ああ、かかしごとに決めるか。仲間に入れて。ずいぶん綺麗な木、大きな畑もある。大樹を育てている、ここだべ。異端者がいるぞ。教団のために何が起きているか探らなければならない。
探りを入れている間に畑を耕す。じゃあちょっとかかしのところだね。キャベツ畑と小麦畑ときび畑にするか。一回じゃあここはキャベツ畑にしよう。ちょっと育っちゃってるけど、まあいいや、種は回収できるからね。こうやってここキャベツ畑にします。でキャベツの種だよな。足りなそう。キャベツの種を調達したいな。あ、間違えちゃった。しかもここここここ、植える。はいはいはい、小麦はねもう種も含めてすんげえいっぱいあるからねいいんだけど、うわあまり1個しかないわ。これなんか枯れたらもう足りないな。でじゃあここを小麦にする。いやでも小麦今いっぱいあるんだよな。あーもうキャベツここで使って終わりだ。いやとりあえずこれにしとこう。で名前忘れちゃったよ。内箱ね。いい感じ。いつもの元気がない。どうかした。畑が大きくなるのは嬉しい。農園集にマジ限界を迎えている。風呂、おお、いいね、風呂。お風呂の設計図を書いて設計図通りに作ってくれ。豪華でおしゃれなお風呂。設計図ってさ、かなりでかいからね。場所は指定しない。書いた設計図を好きな場所に敷いて作ってよ。なるほどね。じゃあ、こっちの方にやる？あったか風呂の設計図。レシピ。五右衛門風呂。最初はやっぱそういうものか。どこでも敷ける設計図。どこでも敷ける設計図をひらめいた。いい場所を探してそこに敷いてみようと。剥がしたいときは、設計図メニューから。お風呂よろ。了解です。これは結構時間かかるかな、できるのに。いうわけで、じゃあ次回はお風呂作りからやっていきましょうかね。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。